ちゃん先生です。このチャンネルではろう者、健常者関係なく見て楽しめる、そんな動画をアップしておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、やっちゃんですね、ツイッターちょっとだけやってます。あんまりアップできてません、すいません。それとあとこうですね、手話だとカメラの片手と指文字のイで、インスタグラムですね、やってたんですけど、ちょっと前まで、でもパスワードを忘れてしまって、いつもは書いて取っといてたんですけど、なくなってしまって、まあ、いろいろ試してみたんですけど開けない状態でして、すみません。本当にやちゃん SNS もう10年ぐらい前でもうストップしちゃってて、まあ、子育て中でもうやってる時間がなくてストップしていて、もう覚えてます？皆さん、この手話 M でこう X 書いてミクシーってありましたよね。あれどこ行っちゃったんですか？今なくなっちゃったんですか？今てん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 っていう感じなんですけども、まあその話を置いといて、まあ今日はですね、私子供が2人います。1人目は息子、2人目は娘です。今やっと下の娘が3歳になりました。もうイヤイヤ期乗り越えたかな、やっと乗り越えたですけれども、もうイヤイヤ期の時も大変で、もう朝からもう寝る時までずーっと、もう本当に大変だったんですけども、まあ、その中で娘がいやいやと反抗して暴れてしまった時に、なんとか乗り越えた方法がありますので、そちらを紹介させていただきたいと思います。実際にやっちゃんが経験した方法です。ですので皆さんの役に立つかどうか、それがね、わからないです。正直に言います。まあでも、まあ、やっちゃんはそういう方法してたんだなとか、まあ面白いなとか、ちょっと思っていただけたら嬉しいなと思います。それでは、どうぞ。はい、よいしょ。はい、というわけで、やっちゃんの娘が2歳。だった時のことをお話しします。困ったことがありました。もう全部自分でやりたいというふうに言うんですね。困りました。まずお風呂ですね。お風呂の場所です。娘が自分で脱ぎたいと言ってきました。で見てると、まあ、抜こうとはしてるんですけども、なかなかちょっと脱げてない状態だったんですね。で最後も頭引っかかってたんです。で引っかかってたから、ちょっとね、よいしょよいしょ、ちょっとだけ手助けしちゃったんです。そしたら娘は、自分でやりたかった、うぅぅって怒ってんですよ。どうしよう、どうしよう、誰か助けてください。
母さんじゃないよ。ひじだど。大きくなったな。かわいいな。ひじ、空の上から見て、あ、大変そうだなと思って、ちょっと助けただけだど。ひじ、会いたくて、空から来てくれたの？ありがとう、嬉しい。という方法でした。娘は、私のおじいちゃんなので、娘にとってはひいおじいちゃんになります。実際に会ったことないんです。5年前、ああ、いや、7年前にもう亡くなってしまって、今はお空から見守ってくれてるんですけども、娘は会ったことないけども、娘は嬉しかったみたいです。はい、ほほ。ということで、やっちゃんはたくさん、自分以外の人になりきって、私じゃないよ、ママじゃないよということで乗り越えてきました。例えば、食べ物ですね。食べ物を食べさせてる時ですね、残す時あるんですよね。いらないよ、もういらない、ペッ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 、いらないって、そういう時の方法です。はい、どうぞ。いらないの？おいら畑で育って、やっと大きくなって食べてもらえでと思ってここに来ただよ。田舎だ、もうおら切るべ、もういいよ切るべ。待って待って、食べるから、食べる食べる。本当が？食べてくれのが？嬉しいな。はい。あん、もう、もう、もう、うん、うん、うん。嬉しいな。お腹の中じゃ減ることができて、嬉しいな。はい、という感じで乗り越えて今まで来ました。実際にイヤイヤ期、この反抗期の間、もう乗り越えること、本当に本当に本当に大変ですよね。私の一つの方法ですが、皆さんもね、いろいろなアイデアで、いろいろなアイデアがあると思いますので、乗り越えてくださいね。はい、今日は以上になります。皆さん一緒に、せーの、シューバのわ、わ、わ、うわー。あ、いつもお付き合いいただきありがとうございます。本当、こんな私に付き合ってくれて本当にありがとうございます。ということで、またお会いしましょう。またねー。バイバーイ。食べてくれないの？
しい？嬉しい。お腹に入れて嬉しいな。やったやった。バンチャイバンチャイ。バンチャイバンチャイ。